芸人横山やすしが破天荒だったように、人間横山やすしもまた破天荒だった。いつでもどこでも、そして自分の周りの誰に対しても。行けはよ。どこへ？右。また右へ行くんかい。切ったらいいねやないか。分かるやん。せやから言うたらやん、最初から。ああじゃこうじゃ言わんかな。前の信号になんと左を見とったらいい。3011やないか。不可能や。スッと出会いがええねやから。バトルやよね。また人。前の600や 700cc に負けるな、ほんだら。どこ見とるんだお前。ほう。マネージャーって俺の目見とるやんか。自然向けてドライするんだよ。ここは全然俺の方が悪くないと、もそんなもん返したんだという。そうですか。そう。写真なんかあるはずないと。今ないよ。今本店ではね、53年以降一切お金は借りてないということで、今回の380万というのはいつ貸したお金だっていうふうにおっしゃってるんですか。何言うとね、だから自分もあのマイク持ってる割に俺の説明聞いてないな。何菩薩だったらアホんだら。それあんたみたいな中小的なやつ多いやろ。それは中小的な多いやつがおるからな。極端な話かよ。おお、飛行機こうだったら言うてな。ええ格好。はい、開けて、開けてください。こちらです。はい、開けて、開けてください。酒を愛しすぎたために、喧嘩も決して少なくなかった。71年には、タクシー運転手とのトラブルから暴力行為を働き、傷害罪で有罪判決。2年4ヶ月の謹慎生活を強いられたことも。月を4本ぐらい来よったかな。で、蹴りも3、4本来よったな。はあ、そうなりましたね。一発ね、この辺当たってたけどな。したけど、パッとこう避けるからやな。あ、決まってますね、肩が。え？喧嘩なれやがな。喧嘩散歩だよ。喧嘩散歩。ほら、警察行ったらな、なんで殴り返しまえねんって昔があんで。ほんでわしら、それおかしいです。粋な言い方するやないかいって。なんで殴り返さへんねんって。おい、殴り返さないな。俺らまた収入お前パーなってまえやで。そして、やすしさんの夢はいつも果てしなく大きい。和也さんと一緒にロサンゼルスに渡った時も、やすし節は絶好調。ダウンタウン、お前これ見て、前にほらビル見えたらビルが。え？お父さんな、あと5年ほどしたらな、このビルみんな壊れるから思うとんねん。何を考えてんねん。いやいや、何を考えてんねん。また貯金減るやん。ここはな、あのチャイニーズあのシアターズ言うてな、あとにかくアメリカで有名な人な、全部手形とかあの足跡なんかみんなこう あるわけやな。俺の足跡をレーガン大統領に言うてやな、ちゃんと作ってくれって言うたのがなんでないねや。しかし夢が大きかったやすしさんの趣味もまた豪快だった。あと外に押し出すようにして、ゼッケン4番の横山やすさん激しくぶつかっております。しかし3番目でゴールインであります。漫才の合間にこう余暇としてボートをやるのか、そのボートレースのためにこう資材を稼がなきゃいけないからっつんで漫才をやるのか。おお、それに近いの。しかしボートから飛行機に至る豪快な趣味のため、次第に借金は重なり、一時は家財を差し押さえられ、再び法廷闘争にまで発展する騒動に。今までどのぐらい借金したんですか、安さんは。どのぐらいだったかな。一遍置いてき1億5000万だったんちゃうかな。飲みに行っても食いに行っても伝票先もつかないから、これこの癖はやめないから。やっぱりこう支払いの時になってから、ちょっとおトイレ言うてな、行ってるうちに誰かが払うとかな、その手をこれから使わないから。今奥さんに何か言っておくことってないですか。何もあれへんが、何言ってんの。俺さっき電話でやな、ね、な、昨日張りに来たんやねって言うから、ほんなら払そいたらええやないかい。で、処理置いていきましたって言うとるわけ、嫁はんが。あ、そうかいな。4月の2日までに何か払わへんかったら、差し押さえの貼ったやつ分だけ競売やにする言うてんねん。ほな、うん、競売させたらええやないかい言うてやない。もう嫁はんにはそんな言うただけや。逃げも隠れもせえへん。そんなやすさんは妻恵子さんにとって常に心配の種だったのかもしれない。88年和也さんが起こした暴力事件の責任を取り、自主的に謹慎をしていた当時、恵子さんはやすしさんについてこう語っている。もうほとんど
どいなかったですしね、今までが。ああ、今までが、それが急にずっといますしね。寂しがり屋ですしね。だからなんかいつもそばにいてないといかんっていう感じで。疲れましたね。もう早くお仕事行ってほしいです。今まででした自分のことばかりで、このね船にしてもそうですしね。自分の思うようにずっとしてきましたからね。もうこれからはやっぱり家族や子供のことをね主にしてしていってほしいなと思うんですけれどね。そんな恵子さんの期待をよそに、またも酒が芸能界復帰を妨げる。今度は謹慎中に酒気帯び運転による人身事故を引き起こした。してわざわざ事故証を持ってやったと違いますので、一つよろしくお願いいたします。当社は今般、しかし事態を重く見た吉本興業は予想以上のペナルティーを課した。解雇通告である。すべて解除します。応援してくれるつもりでいたねファンの方たちも大勢いらっしゃるから、それはもう申し訳ないけどもやね、まあ、やんちゃの横山やからもう辛抱してもらうしか手ないがな。おやさん漫才はしません、やらない。やめる。愛する漫才を奪われ、仕事を完全に失う形となったやすしさんに対し、恵子さんは NHK の集金などのパートも始め懸命のサポート。そんな苦労をかけっぱなしだった恵子さんに、やすしさんは自作の歌を送った。お前は夜空の星になる、俺は下から仰ぐだけ、酒も喧嘩もあの日から。